皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回もボンドボディの予想をお伝えしたいと思います。今現状やってる作業としては、ブラバスワイドスター G800 の作業と、あとは X クラスカーレックスの X クラスと、あと RX のオールペンで、あとはまあいつもブログで登場している、まあ、SL190 のレッサーなんかをやっております。でまず X クラス外にあるみたいなんで見に行きましょう。さあ冬なんでちょっともう日が落ちるのが早いんですけども、 X クラスこんな感じでバババッともう仕上がっております。まあ、基本的にもうペイント済みだったりだとか、こういうザラザラのとこですね。まあ、あとはまあアドオンのパーツが多いんで、まああっという間に組み上がっちゃった感じです。まあ、ちょっとまだ全貌は見えてないんですけども、ボンネットだったりルーフのパーツだったり全部その辺が組み上がって、あとフェンダー、そしてこの入り具合ご覧ください。電車みたいになっております。山手線って感じですかね。はい、そしてまあミラーなんかも交換して、あとはこの辺のサイドステップなんか、はい、もう交換で終わってるみたいです。まあ、あとはまだまだ作業が残ってて、まあ、リアのこの辺の鉄骨みたいな骨組み組み上げたりだとか、まあいろいろあるみたいです。で当然車高も上がってタイホイールも交換になるみたいなんで、まあまあ作業としては多分まだ3割ぐらいじゃないかと思います。お疲れ様です。あ、これシュニッツァーのリップだったんですか。これ下回りこう当たっちゃってたんで全部補修で今直してるみたいで、ただやっぱりカーボンだとカーボンの目を直すってできないんですよね。はい、なんでもう傷ついちゃった下回りは、まあ、パテで成形し直して、こっちはボディ同色にし上げてるみたいです。でここから上はまあコンディションが良かったんでカーボン残しでやるみたいです。まあ、だからちょっとプチリメイクとを兼ねて、まあ、補修する感じ。まあ、ちょっとカーボンどうしても補修できない関係で、まあ、そういったことをすれば、まあ、できるかなと。はい、まあ、黒く塗っちゃったりすれば、まあ、目立たなくもなりますしね。なんでちょっとカーボン下回り傷ついちゃって気になるぜなんていう方は友達さんにご相談いただければ、まあ、ちょっと可能な限りこんな感じでリメイクして、はい、まあ、リフレッシュなんていうこともできるんじゃないかなと思います。さあそして800馬力になるゲレンデがこちら、こちらです。はい、たまたまゲレンデが3台並んでますけれども、こちらが800馬力になるゲレンデ、そしてもうタービンの方はやっぱり時間かかるんで、もう外してこんな感じでドイツに向けて旅立ちました。もう外れちゃってるんであっという間って感じなんですけど、まあこれが外すの大変なんでございます。私1号車の時に作業を見届けましたですけれども、まあホットバンク、ホットインサイドなんだっけな、ちょっと正式名称入れてください。はい、要は AMG のこのエンジンって、まあ、その熱効率を考えてこの一番あったかいところにこのタービンをバンクの真ん中ですね、こういう向きで入れてるんで、まあ、いろんなこうパイプ補給類絡んできて、まあ、外すのがまあ大変と。そしてバンドもこう止まってるんですけど、この2箇所目が全く見えないという、もう地獄のような作業をして外すと。でこれをドイツブラバスに送って、まあ、タービン分解して中身の加工をしてもらう感じになります。で戻ってきたら戻して、まあ、あとは年長なんかが変わるんでそれに合わせたサブコンを一緒に合わせて800馬力化が実現するみたいです。で一応エアロパーツに関しては今足付けの作業が進められているみたいなんで、この後見に行っていきたいと思います。そしてそれと同時進行で、一応足回りの交換だったりがこれから進んでいくみたいです。そしてこちらはオールペイントの RX になります。もう全部外装もう全部外してバラバラになっております。まあ、基本的には、外して全部細かい部品も取って、塗装に入るんだと思います。外した部品は今友也さんが絶賛作業中でございます。部品が多すぎて参っております。で細かく見ていくと、まあ、基本的には、まあ、純正この辺まで全部色が入ってるんで、多分この辺もふわっと塗る感じじゃないかな、はい、なってくると思います。結構だからこの辺塗ってないですよね、レクサスは。あとここから先はもちろん塗ってあって、はい、あとドアなんかも全部外して、結局細かいところしっかり塗れないと仕上がりに影響してきちゃうんで、まあ、その辺なんかもしっかりやったりみたいです。あと僕意外だったのはこの辺お分かりいただけますでしょうか、肌が思いっきり残ってる。だレクサスでもこの辺溶かないんですね、研いであるのこっちまで、これちゃんと肌がなくなってツルツルになってるんですけど、この辺からこう肌が全部残ってるっていう。別にこれ補修跡とかじゃなくて左右ともこういう仕上がりなんで、多分そういう、まあ、見えるとこだけ研いでる感じなんじゃないかな。そしてリアゲートもしっかり取り外して、まあ、結構配線なんかが全部こう残ってるんで、多分これ中であれじゃないかな、多分
こんな感じで全部外して、これも塗装に入るみたいですね。リアバンパーも当然外して、この辺もだからこの辺までしか色入ってないんですね。はい、ちょっとどこまで塗るかちょっと後で聞いてみたいと思います。であと細かいもの、消耗品なんかは全部交換するそうです。はい、あと外したパーツとリアゲートが向こうにあったんで、ちょっと見ていきましょう。さあ、そしてこちらが、まあ、ドアの下とかモールとかですかね、のオールペイントに入るパーツみたいです。この辺は全部修正もするんですよね。いや、仕事に、はい、仕事にして、はい、完璧なの。なるほど。であとこの辺の細かいクリップなんかは全部新調されるみたいです。これ結構果てしないですね。全部これ磨いてですもんね、こっちのドア下なんかも。そして今絶賛バンパーも分解中ですけど、もう半端じゃないですね、パーツが。この骨組みあり、グリルあり、この辺も三重構造ぐらいになってて、でフォグもついてて、センサーもついてて、 PDC、 あとはそのディストロニック的なこの辺のセンサーもついてて、これはちょっと組み立てるのも大変ですね。組み立ては楽。あ、組み立ては楽なんですか。分解する方が大変。まあ確かにパチってはまってたりするやつとか外すの大変ですもんね。はい、こんな感じになっております。さあ、そしてこちらが外したリアゲートとドア立ちになります。ちょっと多分スペース的な問題で3枚しかないんですけど、ちゃんと4枚とか4枚目とかにあると思います。でリアゲート聞いたらなんかアルミ製っていうことで結構軽いみたいです。もう全然僕でも持ち上げられちゃうぐらい。最近の車って本当にこういうのを見るとすごいなって思いますよね。で当然全部リアのガラスも外してなんで全部塗ります。元色が、まあ、今回黄色に塗るんで、まあ、割と真逆の色になるんで、こう見えちゃうと分かっちゃうんで、この辺なんかも全部しっかり塗る予定みたいです。というわけで、まあ、すごく手の込んだオールペンと、まあ、比較的簡単に安価なオールペンと、まあ、違いがなんとなくでも伝わればいいんじゃないかなと思いました。というわけで、まあ、ちょっと古めの車のリフレッシュにもいいと思いますし、もうあとはもうド現行の車でもう設定ない色にしてめちゃめちゃ目立っちゃうなんていうのもいいと思います。ぜひオールペイントはボンドボディにご相談ください。さあ、そして意外に、コメントなんかでもどうなってるんですかとかいただくことが多いこちらの SL190 は下処理の塗装が今終わったんじゃなかろうかと思います。ちょっと覗き見するとこんな感じで、はい、ツルツル美白ボディがもう少しで戻りそうな感じでございます。そしてドアなんかも全部今やり直して、まあ、最小限のパテで成形し直すみたいです。まだまだちょっとこれは先が長そうですね。まあ、今回は外装のリフレッシュなんですけど、まあ、当然中身の組み立て直しなんかもあると思いますんで、まあ、これはまた進捗を追ってご紹介させていただきたいと思います。お疲れ様です。田中さん、これ今何中ですか。これ下処理してます。これ何するんですか。色替えです。あ、そうなんですか。なんとこれから全部これ剥くってんすか。足付けしてるんですか。足付けしてルーフを色替えするみたいです。すごい、これ結構な作業ですね。はい、なるほど。はい、あ、じゃあ外装もツートンになる感じですかみたいです。今この外れてるのは全部塗り直して、この単色のこのボディからマニファクトゥアみたいなツートンボディになるらしいです。で今田中さんが一生懸命足付けの作業をしてると。結構な面積なんでこれは結構時間がかかりそうです。まあ、結構ねこの辺はいろんな組み合わせができてイメチェンにもつながるところだと思うんで、まあ、興味のある方はぜひボンドボディまでご相談ください。さあ、そしてやってまいりましたワイドスターの足付け作業、ちょっと見せてください。こんな感じで取り付けする前のパーツを全部サンディングして、まあ、塗装が食い込みやすく、もう全部ですね。もう裏側だったりもちょっとさっき作業を見届けましたけども、地獄のような作業を全部手作業でしておりました。で内側の骨組みと今外側の部分を組み立てて、でまあフィッティング確認したりして多分塗装に入っていくんだと思います。であとこっちにはバンパーなんかも、まあ、そのままもちろん塗らないで全部足付けして、こういう細かいところなんかも当然機械入らないですから手作業で全部この穴の中だったりだとか、こういうとことかもこんな作業が実は綺麗な車が仕上がるためにやられてるんですね。そして私久しぶりに見ましたこのルーフ、やっぱり高さがあるんでルーフのパーツだけつけないよなんていう方もいらっしゃると思うんですけど、今回はなんと上までしっかりやるということで、
リアのルーフスポイラーの部分ですね。この辺なんかも終わってる感じでしょうか。はい、サンディングが終わってこれから塗装に入るんだと思います。さあ、そしてこちらブラバスマフラー、これなんでこれボンドボディに単品でこれだけ置いてあるのかなと思って今高橋さんに教えてもらったら、この中こちらです。こっちの中も、まあ、塗装してあるんですけれども、まあ、やっぱりこう高温の排気が出るんでやっぱりちょっと劣化したりとか、はい、塗装が傷んだりっていうことなんで、この中をもう一回サンディングしてマットブラックで塗り直してるそうです。で耐久性がアップすると。でやっぱりどうしても剥がれちゃうと中の下地の金属が見えやすくなっちゃうんで、まあ、こんな地味な作業もやってるみたいです。であとはなかなか取り付けしちゃうと見えなくなる部分ですけれども、しっかりブラバスの、はい、ステッカーも貼ってあって、 E マークが、はい、こちらです。ご覧ください。これね、1個いくらだ、70万円ぐらいする、多分2個で、2個というか1台分で150万円ぐらいするんで、ちょっと慎重に、はい、こちらでございます。 E24、 これがまあ要は車検に必要な E マーク、はい、これがないともうそもそも輸入マフラーは車検通りませんので、ブラバスはこの辺がしっかりあるんで、まあ、車検 OK という。でこれ多分初期ものはステッカー貼ってなかったと思うんですけど、へこんでるのはこれ車体に干渉しないようにへこませてるんですよっていう、はい、こんな注意書きステッカーも正規ものには貼られたりします。というわけで今回もボンドボディの作業の進捗をご案内させていただきました。まあ、支店通してでももちろんいろんな作業できますし、まあ、お近くの方であればボンドボディに直接ご来店いただいて、いろんな板金塗装をはじめカスタマイズのご相談も可能です。ぜひお問い合わせください。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.